動説バッテリーです。皆さん今日よろしくお願いします。
函館と札幌から来ました脳札バッテリーというバンドです。今日はもう7月も終わり夏です。先週ですかね、ジョインアライブありました。俺行ってないんですけど。で、来月ライジングさんロックフェスがあります。フォレストテントサイト確保しました。皆さん遊びに来てください。村上村と称して複数のテントサイトを確保して一区画、あ、3区画ぐらいでわーって村作ってますね。遊びに来てください。そしてもうあれですね、その2つのフェスに挟まれるように今日はジオフェスです。ハローマイクロコンピューターセルジオ君、本当今日は企画してくれてありがとうございます。皆さんも楽しんでいただいてるでしょうか。本当こうして誘ってもらえてすごい光栄です。でですね、やっぱり夏フェス聞いたらなんかちょっといつもと違うライブをすると思うんですよ。いろんな人たちって例えば普段やらない曲をやったりとか、あとゲストを交えてやったりとか。ゲスト？ということで、今日ゲストを呼びます。同じ函館の子供作戦のギターボーカル、竹野恵梨香。まあ子供作戦っていうバンドやってて、来月東京とかでもライブあるみたいなんですけど、メンバーが遠距離になっちゃってなかなかライブできないんですね。そうですね。北海道では決まってない。北海道は来月弾き語ったりでありますけど、でも子供作戦としては決まってないですね。はい、そうなんですよ。せっかく今日それで来てもらったのに、本来のバンドの姿を見せられないわけですね。これはまずいと、2ヶ月ぐらい前に私思いまして、まあ便乗ですけど、まあちょっと俺らが脳札バッテリーがバックで子供作戦の曲をやろうと思ったり しちゃったりなんかして、この後ついでに、自分らの曲にもちょっといろいろ手伝ってもらったりとか しようと思いますんで、あと3曲ありますけど、皆さん、残り脳札バッテリーフィーチャリング竹野恵梨香のライブこれから始まります。よろしくお願いします。じゃあこの作戦の曲をやろうと思います。夢とうつつ。
決まってません。で、一応この後来月からレコーディングを始めまして、来月くらいか、まあ次ライブするのはおそらくその CD ができたぐらいか、もうちょっと前か、まあ夏は過ぎますね。夏の間我々に接したい方は、ライジングサンフォレストテンサイと村上村へぜひお越しください。あと我々の、CD 昔の音源からちょっと曲選んだやつ、今やった曲とか入ってる CD がそこにあります。あと子供作戦のその前にだった曲夢と筒も入ってる CD もそこにあります。あとノーザツの T シャツと子供作戦の T シャツもそこにあります。皆さんよろしければ後で見ていていただければ幸いです。お願いします。子供作戦が次ライブがいつだっけ？8月の8月3日に函館で弾き語りがあるのと、東京で8月16日ワープ、吉祥寺ワープでやります。もし東京旅行がてらよろしくお願いします。この後、ハローマイクロコンピューターとゲストルークーがやって終わりかな。下にあと飛び込みで誰か弾き当たりしたりするかもしれないですけど、残りあと後半戦楽しんでいきましょう。それじゃあありがとうございました。ノーサスバッテリーでした。